ハンニバル・ハムリン。ハンニバル・ハムリン。1809年8月27日から1891年7月4日はアメリカ合衆国メイン州の政治家。メイン州議会議員として貢献し、後に会議員に選出されその後上院議員に転身した。共和党に所属し、メイン州知事を務めた後、1860年の大統領選挙で、 エイブラハムリン・カーンの伴走候補者として副大統領に当選した。共和党員として選出された初の副大統領であった。メイン州オックスフォード郡サウス、パリスのパリヒルの地区の中でサイラス・ハムリン及びアンナリバモア夫妻の間に生まれた。彼は1639年にマサチューセッツ湾植民地に入植したジェームズ・ハムリンから数えて6世代目であった。 ハムリンの王子は、ニューハンプシャー終戦室の上院議員、サミュエル・リバマーであり、メイン州司法長官、スティーブン・エメリーの孫であった。彼は、地区学校及びヘブロンアカデミーに通い、卒業後は、父親の農場を管理した。その後数年間いくつかの仕事に取り組んだ、教師、コック、キコリ、測量技師、パリスの週刊新聞の編集者を呼び、 印刷会社の食事校。その後法律を学び、1833年に放送会入りした。その後ハンプデンで弁護士業を始め、同地で1848年まで生活した。ハムリンは1833年にサラ・ジェーン・エメリーとパリスヒルで結婚した。1855年にサラが死去すると、ハムリンは翌年に彼女のイボ、 父姉妹であるエレン・ウェスタ・エメリーと再婚した。ハムリンにはサラとの間に四人の子供、ジョージ、チャールズ、サイラス、サラがいた。エレンとの間には二人、ハンニバル・イーおよびフランクがいた。エレンは1925年に死去した。ハムリンの政治経歴は1836年に始まった。前年にメイン衆議会議員に当選した。彼は、 1838年に勃発したアルストック戦争に従軍し、1840年に連邦上院議員選に出馬するが落選する。1841年には衆議会を去った。彼は1843年から1847年まで会議員として二期を務め、上院に生じた空席を1848年に獲得し1851年に再選された。 会員議員としての活動初期から彼は奴隷制度の拡張に反対した。彼はウィルモット上皇の支持者として1850年の妥協法案に対する反対演説を行った。民主党イン・ファムリンは1852年にフランクリン・ピアースの立候補を支援した。しかしながら彼は奴隷制度を支持する民主党の政策に反対し党とたもとを分かった。主として 水売り妥協を撤廃するカンザスネブラス加法が1854年に可決されたことと1856年に民主党が水売り妥協撤廃を支持したことが理由で彼は1856年6月12日に民主党を離党し共和党に加わることとなったこのことは全国的なセンセーションとなった共和党は同年メイン州知事に彼を指名した 彼は多数派の支持を得1857年1月8日知事に就任した。しかしながら2月後半に彼は知事を辞職し1857年から1861年1月まで再び上院議員となった。ハムリンは1860年の大統領選挙で副大統領候補に指名された。彼は選挙が終了するまでエーブラ・ハムリン・カーンと会うことはなかった。 メインは共和党を受け入れた北東部における最初の州であり、そしてリンカーンイコールハムリンは地域バランスにおいて意味をなした。ハムリンは有能な演説者であり、反奴隷制の立場で知られていた。副大統領就任後はリンカーン大統領のチーフアドバイザーの一人として、政権内での権威はほとんどなかったものの、奴隷解放宣言及び黒人の武装の両方を促した。 彼は、ジョーゼフ・フッカーのポタマック軍指揮官就任を強く指示、したが、それは、惨めな失敗に終わった。1864年6月、共和党都がを結成した。1864年の大統領選挙において、リンカーンが再び大統領候補に指名されたが、急進的共和党員とみなされたハムリンは、副大統領候補に指名されることはなく、代わりに、 南部出身の民主党員、アンドリュー・ジョンソンが伴走候補者として指名されることとなった。リンカーンはその基本的支持の拡大を求め、また南部のレコンストラクションを予測していい。そこで、ジョンソンは自らが占領されたテネシーにおいて有能な戦争知事であることを証明した。対照的にハムリンは北部急進派の支持者であった。 リンカーンとジョンソンは1864年11月に選出され、ハムリンの任期は1865年3月4日に終了した。ハムリンとリンカーンは個人的には親しくなかったが、仕事上の付き合いは良好であった。当時のホワイトハウスの監修では、副大統領が定期的に閣議に出席する必要がなかった。したがって、ハムリンは、 ホワイトハウスを定期的に訪れることはなかった。メアリー・トッド・リンカーンとハムリンは互いを嫌い合っていたと言われる。ハムリンは私は馬車の5番目の車輪にしか過ぎない。だから友達のためには何もできないと不平を言った。ハムリンは大統領になることはできなかったが、彼の副大統領職はの半世紀に及ぶ国家への影響の到来を示すものであった。 1861年から1911年までメイン州出身の共和党員は副大統領、財務長官2度、国務長官、上院仮議長、下院議長2度を占めることとなり、ジェームズ・ジー・ブレインが、大統領候補として選挙に出馬した。ハムリンは1869年から上院議員職を2期務め、1880年の選挙では、 心臓が弱っていたため、再出馬を辞退した。彼の最後の職は1881年から1882年までの中スペイン講師であった。国務長官のジェームズ・ブレインは、ガーフィールド大統領に、スペイン講師にハムリンを指名するよう説得した。ハムリンは職を終えると、メイン州、番号に退いた。しかしながら、地域の共和党に影響を与え続けた。 スペインから戻るとハムリンは公的生活から引退し、バンゴで1851年に購入したイタリア風の大邸宅で暮らした。1891年7月4日、自ら設立したタラティンクラブの集まりでカードを遊んでいる間に、ハムリンはソファーの上で死去した。81歳であった。彼はバンゴのマウントホープ墓地に埋葬された。 ハムリンには三人の息子がいた、チャールズ・ハムリン、サイラス・ハムリン、及びハンニバル・エメリー・ハムリン。チャールズとサイラスは南北戦争に従軍し、二人とも召喚まで昇進した。サイラスは黒人兵の入隊に賛成した最初の合衆国軍主官の一人であり、彼自身ミシシッピ川をめぐる戦いで黒人兵を含む旅団を指揮した。 チャールズと妹のサラはリンカーンが暗殺された夜、フォード劇場で共に感激していた。ハンニバル・エメリー・ハムリンは1905年から1908年までメイン集権時総長であった。ハンニバルのひ孫、サリー・ハムリンは子役として多くのスポークンワードを20世紀の初めにビクター・トーキングマシンで録音している。彼の電気は孫のチャールズ・イハムリンによるもの。 1899年、初版、1971年再版と、HD 版とによるもの、1969年がある。サウスダコタ州ハムリン軍は彼にちなんで命名された。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。